パリオリンピック、五輪、バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん、28、が19日、インスタグラムのストーリーズを更新。眉に会ったよとコメントを添え、日本代表で共に戦った石川眉、24イコールのバラとのツーショット写真を公開した。写真、化粧を落とした。古賀紗理那さんと石川眉のツーショット。写真撮る前に化粧を落としちゃったよ W と明かし、すっぴんも披露した。 真っ白の T シャツにジーンズ、スニーカー姿で、白い歯を見せ、両手でピースサイン。隣に立った石川も黒の T シャツにサンダルのカジュアルな服装で笑顔を見せた。石川もストーリーズで古賀さんの投稿を引用し、紗理奈さんに会えて嬉しかったです。ありがとうございました。ハートハートハート、改めてお疲れ様でした。とメッセージを送った。古賀さんは16日、都内で現役引退会見を行い、 最後の大会となったパリ五輪や、男子日本代表で夫の西田有二24への思いも伝えていた。